皆さんこんにちは。芸能関係者、スポーツ選手、経営者と結婚することが多い女子アナの皆さん、テレビに出演することが多いことで共演関係で恋愛へ発展することが多く、出会いが多い職業と言えるでしょう。中には一般人と紹介されていながら実はすごい人物だったというアナウンサーもいましたよね。そんな女子アナですが、毎年のように結婚報告を聞くことが多くなってきました。人気絶頂期の中の結婚もあり、ファンとしては複雑な心境ですが、幸せに向けての決断なので応援したい気持ちもありますよね。そこで今回は2023年に結婚した女子アナを紹介していきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。畑谷あかり、元福島テレビアナウンサーで現在はフリーとして活動している畑谷あかりさん、2023年11月25日に自身のインスタグラムで、2023年8月に大学の同級生である一般男性と結婚していたことを発表しました。インスタグラムにはひまわり畑でのツーショットが投稿されており、とても印象的でしたね。現時点でまだ妊娠などはしておらず、結婚前と変わらずフリーアナウンサーとして活動されています。米沢香織、元岩手めんこいテレビのアナウンサーで現在はセントフォース所属のフリーアナウンサーとして活動している米沢香織さん、フリーになってからは TBS ニュースやおは4ニュースライブなどでキャスターを務めるなど活躍の幅を広げています。そんな米沢香織さんは2023年9月20日に自身の SNS で一般男性との結婚を発表しました。しかし現在は生活リズムが違うため別居婚だとのこと、妊娠などはなく引き続き活動を続けていくと明かしています。石川みなみ、日本テレビのアナウンサーで ZIP や01で見せる爽やかな雰囲気が人気の石川みなみさん、そんな石川みなみさんが2023年9月1日に元日テレのアナウンサーだった佐藤義明さんと結婚したことが分かりました。佐藤義明さんといえば、在職中はニュースエブリー、ZIP などのスポーツキャスターや実況アナウンサーとして活躍していましたが、2022年5月に家業を継ぐために退社していました。同じ局で互いにスポーツ好きという共通点もあり急接近したと思われます。石川みなみさんは結婚後も今まで通り仕事を続けています。立山聖奈、関西テレビアナウンサーの立山聖奈さんは2020年に同局に入社して以降、フットマップ、立山聖奈のシネマコンシェル、土曜は何するを担当するなど人気アナとして活躍しています。そんな立山聖奈アナが2023年8月29日にサッカー J1 FC 東京のディフェンダー中村穂高選手と結婚したことを発表しました。同局によると、立山聖奈さんが青山学院大学、中村選手が明治大学の学生時代に知り合い、交際に発展し結婚に至ったとのこと。立山聖奈さんは今後も関西テレビでアナウンサーとして勤務すると明かしています。大坪夏子、元四国放送のアナウンサーで現在はホリプロ所属アナウンサーとして活動している大坪夏子さん、そんな大津夏子さんが2023年7月25日の夏この日に一般男性と結婚したことを発表しました。プロポーズを受けたのは結婚からちょうど1年前の2022年7月25日だったそうで、いつも自分を一番に考えてくれる旦那さんであることを明かしています。結婚後も変わらず活動していくとのことでした。中谷忍、2011年に読売テレビに入社し、ウェイクアップ関西情報ネット10などでキャスターを務め、夕方の顔と言われていた中谷忍さん、すでにベテランアナウンサーとして活動し、その美形のルックスが入社当初より可愛いと注目されていました。2023年4月21日に同番組で同局の社員である一般男性と結婚したことを生報告しました。可愛い顔立ちで童顔の中谷忍さんですが、すでに34歳という年齢もあり、共演者からは祝福の嵐でしたね。結婚後も中谷忍で活動し、担当番組の変更もなく、これまで通り活躍し続けています。
新井恵理那、2023年4月に結婚と同時に妊娠も発表した。フリーアナウンサーの新井恵理那さん、お相手は同世代の一般男性で、好きなアニメの話などで意気投合し結婚に至ったとのこと。2023年6月30日放送のグッドモーニングをもって産休に入られました。自身のインスタグラムは頻繁に更新されており、近況を報告してくれています。三浦麻美、2023年3月25日に人気俳優の中村倫也さんとの結婚を発表した。日本テレビアナウンサーの三浦麻美さん、全くマークされていなかった2人の結婚ということで、世間だけではなく芸能記者もびっくりのカップルでしたね。連名で綴られた結婚発表には2人の可愛らしい似顔絵も添えられていて、仲睦ましい穏やかな空気感が伝わってくるようです。結婚発表後の2023年3月27日には、三浦麻美さんが総合司会を務める ZIP に中村倫也さんがサプライズ登場。大いに盛り上がるスタジオの中、普段なかなか見ることができない三浦麻美さんの照れる姿が可愛すぎました。唐橋由美、日曜朝のメガネ美人などと呼ばれ人気のフリーキャスター唐橋由美さん、落ち着いた雰囲気でとても癒される存在ですよね。そんな唐橋由美さんが2023年3月26日に自身が MC を務めているサンデーモーニングで映画監督で脚本家、演出家の成瀬勝夫さんと結婚したことを生報告しました。2人は48歳と59歳という大人のカップルで、2018年10月に一部週刊誌で熱愛が報じられていました。インスタグラムにはツーショット画像も投稿されており、穏やかで心豊かな人生を歩んでいきたいと思っていますと喜びを綴っていましたね。角谷亜希子、慶応義塾大学卒業後の2017年にテレビ東京に入社した角谷亜希子さん、2021年には看板番組ワールドビジネスサテライトのフィールドキャスターに就任しました。慶応大在学時にはミス慶応コンテストグランプリに選出されるなど、才色兼備の人気アナウンサーとして知られています。そんな角谷亜希子さんは2023年2月に開業医と結婚していたことを2023年3月9日に発表。一部では二股疑惑を報じられたこともある角谷亜希子さんですが、結婚したことでその噂も収束したようですね。結婚後も仕事は変わらず続けるということで、今後もテレ東のエースとして活躍し続けてほしいと思います。小林麻里奈、2010年に AKB48 の10期生として加入し、2015年8月にグループを卒業後、2018年4月に FBS 福岡放送のアナウンサーとして入社した小林麻里奈さん、現在はバリハや ZIP のメイン MC を務めていました。そんな小林麻里奈さんが2023年2月13日に自身のインスタグラムを更新し、サッカー J2 水戸ホーリーホックミッドフィルダー新座徒亮選手と結婚したことを発表しました。その後2023年6月22日に再びインスタグラムを更新した小林麻里奈さんは、2023年6月末をもって FBS 福岡を退社することを発表。退社理由は新座徒亮選手が活動拠点としている茨城県水戸市に引っ越し一緒に暮らすためとのことでした。そして2023年9月1日にセントフォースに所属したことを明らかにし、今後はフリーアナウンサーとして活躍していくとのこと。再び小林麻里奈さんの姿を見ることができるようになるのはファンにとって嬉しい出来事だったでしょうね。今回は2023年に結婚した女子アナを紹介してきましたが、いかがでしたか？出会いが多い職業と言われている女子アナの結婚相手は一般男性も多いですが、中にはあっと驚くようなお相手もいましたね。2024年は何人の女子アナが結婚を発表するのか楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。